イキビアラダチャンネルの青です。今日はですね、Facebook とか日本のみんなからいろいろ連絡があるんですけども、トルコのコロナの状況ですね。それについてちょっと話したいなと思います。で、まずは皆さんにね、ちょっとお見せしたいビデオがあるので、今のね、ちょっとトルコの状況っていうのをちょっとビデオに撮ったんですけど、街の様子を、それをちょっと見てもらいたいと思います。それでは1本目どうぞ。街の状況なんですけれども、マスクはねみんなしているんですけれども、いわゆるそのソーシャルディスタンスとかね、距離を取るっていうことはもう本当に全くないですね。通常ね、お店とか入る前は一応ね、体温を測るんですけれども、高熱でなければ、別に入れますよと。でお店の中に入ればね、マスクは取って、普通にもうみんなぺちゃくちゃ喋っているっていう風な感じで、外に出る時だけね、ただマスク、決まりだからマスクをしているっていうような感じですね。トルコでね、コロナの感染者が最初に出てから多分もう1年ぐらい経つんですけれども、今はね、だんだんみんなもう慣れてきてね、身近になってる人がいて、回復してる人とかを見るとね、少し楽になってるのかな、気持ち的に。怖いけれども、なってしまったら仕方ないんじゃないかなみたいな感じで、とりあえず外出る時だけマスクしとけばいいだろうみたいな考え方の人がちょっと多いんじゃないかなっていうのは、これは僕の見解ですけれども、そういうふうな感じで見てて、外にね出ている人がたくさんいます。一応決まりではお店の中に入れるのは 50% のみ、お客さんはね 50% 分ぐらいは入れてもいいですよっていうふうに言ってるけれども、やっぱりね、お店側としてもそれだと売り上げがね回らないのでね、やっぱり警察とかそういった人が見てないところでは結構ね、お客さんをどんどん入れてるっていうような感じのところが見られますね。今ビデオで見せてきたところはちょっと多いかなと思うんですけれども、これよりね、さらに多い地域も結構あったりして、もうコロナの感染が終わってるんじゃないかなみたいな、ちょっとね、人々は結構気楽な感じの様子がちょっと見受けられるんじゃないか来な週とのはね、思い12ます。日月曜日からまたテイクアウトのみになるんですけれども、今こんな感じでね、結構いろんな人が座ってます。どうでしたか？街中は本当に人だらけで、レストランとかもね、カフェとかいろんな人が座って、こういう状況なのでね、全然感染者数が減っていきません。で、先日ですね、国がですね、週末の外出禁止令を出しました。で、その外出禁止令はですね、週末は近くのマーケット以外は外に出たらダメということなんですね。で、ちょっと私、買い物に行くついでに少しビデオを撮ってきたので、ちょっとそれも見てもらいたいかなと思います。どうぞ。今日はね、外出禁止令が始まった、第1週目の土曜日なんですけれども、ほとんどのね、お店が、閉まっています。本当にね、誰もいないですね。外出していいのはね、10時から5時の間、近くのマーケットに行く分には、外に出てもいいんですね。で、あとはね、パン屋さんとか、あと病院とかね、特別な仕事じゃない限り、用事がない限り出たらダメということになっています。ここもね、この前、人がいっぱいいたような通りだと思うんですけれども、本当にね、
まあ、こういう状況ですからね、レストランとかお店で働いてた人たちはデリバリーの仕事をしたりするようになるんですね。でデリバリーの注文すごく多くなったんですけれども、逆にバイク便で配達をしている人たちの事故がすごく増えて、死者も結構増えているんですね。ですごい過酷な状況で配達とかをしていて、まあ、今ピンクのバイクが見えると思うんですけれども、これ全部ね自分持ちのバイクらしいんですね。でバイクが壊れたりとかすると自分で修理をしないといけないっていう感じで、バイクを持っている人がデリバリーをデリバリーの仕事をできるようですね。まあ、ちょっとね、すべて今お店が、閉まっている状態です。普段はね、イスタンブールはですね、人口が多いっていうこともあって、まあ、急に人がね、いなくなるとすごいガラッとしてしまいます。まあ、こうでもしないとね、まあ、人はね、本当にその外出をやっぱり控えないですね。日本やね、ドイツみたいに控えるっていうことがちょっとないんですけれども、ただねこの週末が終わるとまたさっきのね1本目のビデオみたいな感じで、わんさかわんさか人々で溢れ返っています。あとね、今学校は全部閉まっていますね。オンライン授業に変わってるんですけれども、まあ家庭の中ではねパソコンがないご家庭もいるので、やっぱりオンライン授業を受けられないっていう家族も見えるようです。はい、2つのビデオを見てわかるかと思うんですけれども、まあ明らかにね国が外出禁止令を出す前とその前とのね人の違いがちょっと分かるかなと思うんですけど、昨日ですねトルコの1日だけの感染者数、トルコ全体のですね感染者数が6万3000人で、まあ回復している人たちとかもいるんですけれども、回復している人がまあ5万6000人、まあけど毎日ですね6000人5000人と新たな感染者っていうのがやっぱり出ているんですね。で、まあ、トルコで昨年の3月ぐらいだと思うんですけど、2月終わりか3月ぐらいに、まあ、感染者が初めてこう出て、そこからまあ一気にですね感染がこう拡大されてたんですけども、今日までの合計がですね415万39人と、現在ですね世界で7位っていう、まあ残念なこう結果になってるんですけれども、まあビデオでも見てわかるかと思うんですけど、まあああいう状況ですからね、本当に感染者数が全然減っていかないんですね。まあレストランとかカフェとかもね、まあ一応10時まで10時以降開けてはダメですよっていうふうに、まあ自粛してくださいというか、もう国の決まりでそれ以上を営業したりとかすると罰金になるから強制的にこう閉めるんですけれども、まあそれでもね人々は外にやっぱり出たくなる。去年のね夏とかも、夏前かな、まあトルコで感染者がこう出てきだした時に、やっぱり床屋さんとかね美容院とか結婚式場とかパーティーとかね、全部こうもうそういう人が集まるところをのイベント会場とかね、イベントこととかも全部中止になったんですね。でまあ結構仕事を失う人とかね、失業者もそのものすごくこう増えて、本当にね生活に困ってる人たちもたくさんトルコでいるんですね。多分全世界で一緒なのかなと思うんですけれども、でじゃあ国が何かこう資金のサポートをするかっていうと、まあ、そういうわけでもなくて、やっぱりねお金が入ってくるためにみんな生活していくためにレストランとかカフェとかね、ちょっとずつこう段階的にこうオープンしてったんですけども、
今度はねやっぱりこのリバウンドじゃないですけど一気にこうもう待っていたぜみたいな感じでいろんな人が一つのところにこう集まって、まあ、外に出だしたりとかね、外食したりとかしてでまあさっきビデオ見てもらったら分かると思うんですけど今とりあえずマスクだけしとけばいいだろうみたいな感じでもう通常のようにねあのいろんなところにもう人だらけですよね。でつい最近また国が週末はもう外出禁止ですよと。で平日も夜の7時以降はもう外に出たらダメなんですね。でもし見つかってしまうとやっぱりそれまた罰金とかになってしまうのでまあみんなやっぱりそういうちょっとそこまでしないとねこのトルコっていう国はみんなルール守らないところですね。でまあ本当に残念なんですけど、まあ、早く良くなってほしいなっていうふうにまあ願っていて、まあ、一人一人がね本当気をつけないといけないんですけどもまあ私のね身近な友達とかでもやっぱコロナの感染になってる人が結構多くて、まあ、家族の中で一人になっちゃうともう全員がなっちゃうとか例えばお父さんだけなって子供はならないとかそのワクチンのことなんですけれども 3,4 ヶ月ぐらい前にワクチンが入り出してきたんですけれども、ワクチンはまずはその65歳以上、まあ、高齢者の方が多いので65歳以上の人がまずまあワクチン受けられるっていう形なんですね。で次に病院関係で働く人で今病院もですね実はもうすごいいっぱいで前多分日本でもニュース流れてたと思うんですけどもうパンク状態、まあ、もうまさにそれなんですね。トルコの病院も本当に今もうパンク状態でもうベッドが空いてない、集中治療室もたくさん埋まっている、あんまりひどくなかったら、もう自宅で療養してくださいっていうふうな形なんですね。まずコロナの感染かなっていうふうな疑いがあるともうそのコロナのテストをするような場所があってそこにも行く、他の人にも感染しないようにで、まあ、そこでテストを受けるっていうような感じなんですけれども、まあ、それでもワクチンがね今全員に回らないっていうのもまあ現状ですね、まあ、大変本当に厳しい状況でまあね早く亡くなることを祈りたいと思います。皆さん本当にね栄養をとって気をつけていただきたいなと思います。